乗るぜあんたの話、やろうぜ海賊の海賊による海賊のための世界一の祭り、海賊万博だ。はい、マトショーの時間です。ということでね、海賊万博、いや、真夏の都市伝説祭り2019ということでこの動画を出しております。このイベントで見に来られる方もいると思いますので、一応自己紹介をしておくとですね、マットショーはですね、都市伝説全般やっておりますが、個人的には陰謀系か日本の歴史神社系が多いチャンネルかなと思っております。今回は浦関さんが主催でですね、陰謀とかではなく改めて都市伝説が楽しいなって思う内容とのことでしたので、今回はまた私の D の石シリーズのような歴史ミステリー動画になります。本日のお題はアスカについて。アスカと聞くと何が思い浮かびますか？エヴァンゲリオン、チャゲ&アスカ時代。今回のお話はアスカという超古代文明があったのではないかというお話。結論からお話しすると、アスカは超大陸パンゲアであり、伝説のムー大陸であるという都市伝説です。つまり我々が歴史で習う四大文明以前のお話です。有名かと思いますが、奈良県に飛鳥村という場所がありますが、アスカという地名があるのは日本だけではありません。世界中にあるのです。例えばインドにもアスカ、アメリカのアラスカ、アステカ文明のアステカ、ナスカの地上絵のナスカ、イスラエルにあるアシュケロンという地域、そしてアスコ、アスコット、アスコタン、アショカン、アスキア、ラスコ、バスコなど、春日大社の春日もそうです。アスカが少し変化したような地名ということですね。世界中に散らばった古代アスカ文明の末裔が名前を付けたのではないか。根拠はこんなもんではありません。日本にはアスカという地名がもともと2つありまして、奈良のアスカと河内、つまり今でいう大阪にアスカがありました。今は多分なくなってますね。河内の方のアスカは安宿と書いてアスカと呼びます。安い宿がたくさんあったというわけではありません。このアスカという言葉、このようにいろいろな漢字があります。そもそもこれやこれをアスカと読めますか？我々は教えてもらったから読めますが、明らかに当て字ですよね。つまりアスカという言葉は外来語なのです。アスカは古代朝鮮語でアンスクと呼んで、平和な場所という意味で使われていた言葉でした。以前の動画では旗氏が渡来してきたという話を何度かさせていただきましたが、当時は渡来人がたくさん日本にやってきておりました。その奈良の飛鳥、河内の飛鳥で力を持っていた渡来人が綾氏。おっと、これも当て字っぽいですね。綾氏とは読めません。字を見ても明らかに中国から来たと思われます。つまり綾氏が中国から朝鮮、日本へとやってきて飛鳥という名前を持ってきたのではないでしょうか。ちなみに綾氏の綾という読みは、当時朝鮮半島で綾氏が住んでいた綾という国から来たということで、そこから綾を取ったと思われます。綾氏がどれくらい力を持っていたかというと、征夷大将軍になったということで有名な坂の上の田村麻呂も綾氏の一族です。そして坂の上氏は新鮮正治録という書物で、中国の五冠の皇帝の子孫だと自ら語っているのです。つまり綾氏の綾という字はそのまま中国の漢から取ったと思われます。坂の上の田村麻呂って聞いた時に崖の上のポニョが思いついたんですけど、関係ないですよね。ジブリって結構メッセージありますので。中国がルーツの綾氏が飛鳥という地名を日本に持ってきたというのは分かったけど、飛鳥という言葉はそもそもどこから来たんだよっていうふうに思いますよね。坂の上氏に関してさらにたどることができるルーツがあります。坂の上の田村麻呂の容姿に関しての記述があるのです。黄金色のあごひげ、赤い顔をしていたとのことです。黄金色のあごひげということは金髪だということと、そして赤ら顔ということは血管が透けるような白い肌で、白人ということなのです。白人といえばそもそもアーリア系で中央アジアが発祥と言われております。
つまり中国よりもっと西から来たのではないかということです。当時の中国は隋や唐でした。日本からも遣隋使、遣唐使を送ったように、世界中から中国には人が来ていたので、中国より西のペルシャのものも日本に持ち帰っておりました。その流れでペルシャ人が日本に来ていてもおかしくないのです。正史とされている続日本記には西暦736年にペルシャ人が日本に来たとの記述がありますが、当然飛鳥時代より前の西暦592年以前にも日本に来ていたとは考えられます。以前の動画でも聖徳太子はペルシャ人であるという説や、ペルシャの信仰、ペルシャの技術が飛鳥教にはあったという説をお話ししたのですが、やはりペルシャと日本には深いつながりがあることは間違いありません。見てない方のために以前の動画を流します。で、その聖徳太子の正体はペルシャ人だという説があります。いくつかの根拠があるのですが、聖徳太子が建てた四天王寺にある七聖剣には北斗七星が書かれておりまして、それはペルシャ人が信仰する星となっております。次に飛鳥寺にある書物には日本語読みではない、まあ、漢字の当て字の言葉が書かれておりまして、それを解読するとペルシャ語の職業を漢字に当てているそうです。また聖徳太子が飛鳥教に通っていた道など、さまざまな道が北北西に20度傾いておりまして、これは古代ペルシャのペルセポリスと同様の角度で傾いています。その理由は古代ペルシャが第二の太陽としてシリウスを信仰していたからだということです。冬至の日に正面にシリウスが見えるらしいですね。また飛鳥教には地下水路がありまして、これも古代ペルシャの技術で日本の技術ではないと言われております。そして綾宇治は2世紀から3世紀には朝鮮半島に住んでいたとも考えられるので、時代的には3世紀から7世紀のササン朝ペルシャから来たというのは無理があるため、その前身であるアルケサス朝パルティアから来たのではないかという推測が立てられます。そのアルケサス朝のアルケサスはパルティア語でアスカと発音するらしいんですね。そして中国ではこのアルケサス朝パルティアのことを安息国と呼んでいました。これもアスカから安息になったと考えられます。当時の中国語でもアスカと安息の発音は近いようですね。ここまでをまとめると、もともとアルケサス朝パルティアの白人が中国に行き、綾宇治となって朝鮮日本へと渡りました。綾宇治の綾は朝鮮での綾という国の名前です。アルケサスはアスカと発音し、中国語でも安息ということでアスカ、朝鮮での安息のアスカ、日本ではアスカとなりました。朝鮮での綾という国名に安が入っているのも安息国から取ったと思われます。そして綾宇治も幡宇治も古墳時代の空白の150年から飛鳥時代になる前までに日本に渡来してきたと考えられます。日本はその飛鳥時代から著名な人物もたくさん出てきて、建築物も建てられ文明が栄えたという感じがしますが、それはやはり渡来人が日本に入ってきたからだと考えられます。これが日本に飛鳥という名前は誰が持ってきたのかという話で、次の話はインドにある飛鳥という地域になります。インドで生まれた仏教、その仏教を取り入れた日本の飛鳥、それ以上に古代日本と南インドの言葉や文化が似ているとも言われております。そして飛鳥の近くには奈良という言葉がつく地名も多く存在しているのです。また仏教を取り入れた日本の飛鳥ですが、古代インド仏教を庇護したアショカ王の原音、名前の発音は飛鳥王になるのです。古代インドで主に話されていたサンスクリット語、これによると飛鳥は楽園という意味です。今のインドの挨拶でナマステというのはよく聞くと思いますが、これの丁寧よりフォーマルな言い方がナマスカール、これはナムアスカアールで、あなたが最高の安らぎの楽園に導かれますようにという意味になります。またまたアスカ、安らぎというワードが出てきました。そしてアスカにある宗教的経典の中には失われた文明の記録が書かれておりまして、四大文明の前には古代文明があったとのことです。
日本でも義書と言われる竹内文書ですが、実は本物の正統竹内文書があると主張されておりまして、そこには四大文明以前の聖なる地の名前は飛鳥だと書かれていると言います。最後に40年ぐらい前、ユネスコが写真家の並川万里さんという方に飛鳥という名前を調査してほしいという依頼をしているそうなんですね。なぜユネスコが動くのでしょうか。今回はキリが良さそうなので、ここで一旦切ろうかと思います。さらに続編として深掘り動画を出そうと思いますので、チャンネル登録してお待ちください。真夏の都市伝説祭り2019夏、まだまだ私の後に動画を出される方もいると思いますので、ぜひご視聴ください。それではご視聴ありがとうございました。